本日の何やってんだよニュースですけどもまたまたまたやってくれました39歳の男性多分あまりモテない人なのかもしれませんえホテルで性的暴行中学生2人ということですよ賛否ってやつですかすごいですねでも中学生2人っていうことはなんかこうこの人1人がね2人を抱えてどうこうしたわけじゃないと思うんで女子生徒の方もこれなんかこう 自発的についていったような気がしないでもないですけども皆さんの想像は自由でございますあんまり言うとねこのかわいそうな女の子お前にも日があったんじゃないかみたいに責めることになりますのででもやっぱり私としてはねうん SNS とかで知り合った人に会うっていうまあそのね気持ちはわからないでもないですけどもこういうことは当たり前に起きるんだよってことをやっぱり周知してもらいたいなと思いますね少なくともこの男性に会いたかったわけじゃないと思うんですよ ね、中学生の方39歳のこの人に会いたいですかこの人。まあ、こういう男性が趣味なのかもしれませんけどね、これ、こういう人、こういう顔、ね、眼鏡かけて、髪の毛こうで、なんかね、おしゃれななんかスウェット着てますけども、どうでしょうかね。まあ、こういったのが最近の中女子中学生の理想の姿なのかもしれませんけどもね。 うん、なるほどね。あ、でも多分 SNS でイケメンの画像をね、見せられて芸能人だよみたいな感じで、会ってみたら違う人だったのかもしれません。はい、多分そんなとこでしょホテルに連れ込み、性的暴行を加えた疑いっていうね、すごいですね、加えさせて加えたって一体どうなってるんでしょうかみたいなね。お前がいい加減にしろって私が言われそうですけども。ね、あ、SNS でやっぱ待ち合わせたんだ。写真とは別人が来たために立ち去ろうとするが、この容疑者が、おい、そう言わずに乗れよ、乗れよ、みたいな感じ言ったんですかね。 でも二人いたんだったら別々の方向に逃げるとか、まあそれだったら、それはそれでかわいそうか。同意はありました。同意なんです同意があってもダメだろ、お前は。だからそういった女の子たちをね、守ってあげるのがお前の役目でしょう。何やってんだよって。まさに何やってんだよ、ニュースで。今日もありがとうございました。お疲れ様です。